こんにちは、アミロアチャンネルのアミです。今回は東海村にやってきました。ここは天神山という場所になっています。それでは早速登っていきたいと思います。はい、登っていきたいと思います。ここが登山口ですね。行きたいと思います。周りに木があって可愛いですね。この間私闇蔵山という山をハイキングしてきたんですけど、そこはなんかハイキングコースになってるんですけど、結構登りやすくなってたんですよね。穏やかなので、あ、ここはちょっとロープを使わないときついぐらいになってますね、急で。こっちは、あ、結構急斜面じゃないですか。私今日は軽装備、なんていうのこれ、普通な格好で来ちゃったけど大丈夫。あー、かな滑ったよいしょ。あ、どのぐらいなんだろう、もう少しで着くかな。結構このロープを使った方がいいと思います急です、私は滑ったよいしょ。で、これはこっち、おお、よいしょ、あ、ありました。これですね、三角点。はい、こちらにありますあ、見えてきました。ここですね。はい、見てください。県下一低い山、天神山となっています。 17.4m ですね、標高は。はい、到着しました。前回茨城県で一番高い山の闇蔵山を登ったんですけど、ここは茨城県で一番低い山となっています。高いのを登ったので低い山も登ってみたくて来ちゃいましたそれでは山頂からの景色をお届けしたいと思います。一周してみますね。はい、それでは行きたいと思います。こんな感じになってるんですけど、私が知ってる山頂とはちょっと違う感じなんですよね。周りは畑で、車道も近くにありますはい、ということで、私は茨城県で一番高い山の闇蔵山と一番低い山、天神山を制覇しました結構ここはちょっと気楽な感じで来ちゃったんですけど、服装とか滑りやすい急斜面みたいなところもあるので、皆さん服装とか気をつけて、靴とか気をつけて来てくださいねありがとうございます。アミロアチャンネルのアミでした。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。